はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、国際協力の NPO、NGO に携わられていて、かつ人道支援をされているあゆみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、あゆみさんの自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、よろしくお願いします。私は大学をオーストラリアで出まして、国際関係学を RMIT という、日本語で言うと王立メルボルン工科大学っていうところなんですけれども、はいはい、そこで学んだ後、日本の方に帰国しまして、今まで NPO 約2年、その後 NGO で約2年ほど勤めさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ早速、国際協力に関心を持ったきっかけからお伺いしていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、あゆみさんが最初に国際協力に興味を持ち始めたきっかけって何かあったんですか？そうですね、様々な理由があるんですけれども、もともと自分の両親が片方日本人で片方オーストラリア人というのでグローバルな環境で生まれたというのが一つと、あとは幼少期に母親が海外旅行などが好き で、特にボランティア活動などを個人で行っているっていうのがあって、そういうところに連れて行ってもらったのが、きっかけの一つだったんではないのかなというふうに思ってます。なるほど。海外でボランティア活動をされてらっしゃったっていうところだったんですけど、はい、具体的には対象アジアとかなんですか？そうですね、母親の思いとしては、多分自分の足で行きやすいような国、比較的近いような国っていうのでアジアというふうに選んだんじゃないかなと思います。具体的な国でいうと、タイですとかミャンマーですとか、はい、ベトナムに行かせてもらいました。あ、そうなんですね。ちょっとなんかまだイメージがつかなかったんですけど、はい、あゆみさんが小学生とか、比較的小さい時にボランティアっていう形で、いわゆるアジアに行かれてたわけですよね。そうですね、はい、具体的にその場で何をされてらっしゃったんですか？はい、夏休みとかの期間を使って母親と2人で 1,2 週間ほど行くんですけれども、なんかその時に自分たちの日常で余ったものとか使わないものとか、そういった用品を持ち運んで、はい、で向こうの方でガイドさんというか、そのいろいろな情報を聞いて、はい、恵まれないところだったりとか、山奥で暮らしているその農村部だとか、そういうところに訪れて子どもたちに向けて配るというか、はいはい、そういった本当に些細な活動なんですけれども。なるほど。をしていました。じゃあもうご家族ベースでそこに行ってガイドさんとはどうやって知り合うんですか？いや、ちょっとその時ちっちゃかったので。そうですよね。そこまでのあれは分かってないんですけれども、常にツアーで行ってたわけでもなく、個人で手配していって、 で、そこでどうにかしてその情報が分かる人すごいコンタクトを取ってっていうのをやってたんじゃないかなって、はい、相当行動力あるかですね。相当あったんだと思います。はい、そうなんだ、はい、そこでアジアでボランティアをしてたっていうところもきっかけで、いわゆる国際協力っていうことには興味を持ってたと思うんですけど、はい、そうだと思います。実際高校とか大学行く時も、じゃあもうベースは国際協力の道に進もうみたいなところあったんですかね？そうですね、大学の時ですかね、オーストラリアの大学に入学しようと思って、いざどういう学科にしようかなって考えた時に、結果として国際関係学を選んでるので、異文化ですとか外国語ですとか、そういった文化に関心があったっていうのがあると思います。はい、なるほど。高校の時は普通科みたいな感じだったんですか？もう全く普通の都立の学校でしたね。そうなんですね。はい、そうです。そこからオーストラリアの大学に進むのって結構難しいものなんですかね？私の中ではハードルがちょっと低くてっていうのは一般化できないと思うんですけれども、はい、オーストラリアのパスポートを持っていたっていうのがあって、なるほど。向こうの大学は学費がタダっていうのがあったので、はい、選択肢の一つとしてもう視野に入ってたんですね、はいはい、っていうのが、はい、なるほど。ちなみにオーストラリアの大学って大学の授業料タダなんですか？スカラシップがあって、はい、で基本は市民権持ってたら取れちゃうんですよ。あ、そうなんだ、はい、で後払いなんですけれども、はい、変わってきてるとは思うんですけど、私の当時は後払いで、しかもある程度の収入に達しなければ発生しないよっていう。え、そうなんですね。じゃああゆみさんは大学オーストラリアに行かれてた時に勉強とバイトどれぐらいの比率でされてらっしゃったんですか？そうですね、はい、残念ながらバイトの方に身が入ってしまったので、はい、バイト8、はい、学生2ぐらいでした。もうほぼバイトですね。ほぼバイトでした。明け暮れてました、バイト。実際オーストラリアってバイトの時給って高いですか？とても高いです。確か当時の最低時給が15ドルとかそのぐらい高いですよね。はい、そうそう。で、はい、しかもチップの文化があって、そこで上乗せで入ってくるっていうのもあるし、はい、かなり制度がいろいろとあって、
て、働く場所にもよるかもしれないんですけれども、週末だとダブルになったりとか、レイトアワーズだとトリプルになったりとか、はい、時給からですよ。そうなんですね。そういうことが結構あります。そんな柔軟なことあります、うん、結構あるんですよ。そうなんですね。じゃあもうやっぱり自分の時給よりもチップでもらえる金額の方が多かったってことですか、っていうこともあります。うん、場合によって。私が働いてたのは高級日本レストランだったので、そうなんだ、チップがすごかったんですよ。お金持ってる人じゃない、ね、常連のレベルが半端なかったんですよね。あ、そっか。でもまあそうやって言ってお金を稼ぎつつ、うん、まあ、勉強も2割程度やっていた。そうですね、勉強もそのやっぱりそれまで日本の制度で日本語で学生を行ってきたので、大学に入ってすごくチャレンジングだなっていうふうに、英語での授業ももちろんそうですし、やり方、ディスカッションですとかグループワークですとか、そういったものがベースになってきてたので、とても大変でした。なるほど。確かに日本とかって高校生とかディスカッションする機会とか、うんうん、自分の意見をしっかりと述べる機会ってそんなに多くないんで。あんまりないですね、うん、オーストラリア行った時にそこはすごくギャップで大変だったって感じなんですね。そうですね、自分がいかに無個性というかあんまり考えてなかったなっていうのが、はい、その場で炙り出されたみたいな感じでした、はい、英語の授業は全然慣れました。慣れます。あ、慣れ、そうなんですね。もう慣れざるを得ない感じですね。最初は本当に何言ってるか分かんなかったのに、うん、最後の方はおーっていう感じにはなってったので、これは本当に慣れたのかなっていうふうに思いました。なるほど。じゃあもう実際国際協力に関するような勉強はディスカッションとか意見を交流するような感じで授業が入っていったような感じだったんですね、うんうん、そうですね、そうですね。了解しました。これ大学卒業した後って、はい、じゃあそのまま国際協力に携わるようになったんですか。そうですね、大学卒業後一旦日本に帰国しました。でインターンを10ヶ月ぐらいさせていただいたんですけれども、インターン先が UNHCR、うん、国連高等弁務官で東京事務所の方で広報インターンというのをさせていただきます、はい、そうなんですね。具体的にそこで UNHCR のところでのインターンってどういうイメージなんですか。そうですね、広報担当だったので、うん、SNS 管理ですとか、はい、イベントとかそういった時のお手伝いですとかいろいろさせていただいたんですけど、はい、朝一の業務としてみんながやるのが、はい、まずいろんな日本の新聞紙を広げて、はい、英語にサマライズして、はいはい、その中に難民とかの関連するワードが載ってるかピックアップして、それをシートにまとめて社内に回覧するみたいなことを毎日やっています。じゃあ最初それの日課が始まるわけですね。そうです、ものすごい新聞読んでピックアップして。平均一つの新聞にどれぐらいの国際協力の記事とかって載ってました、うん、どれぐらい載ってたかな。もう本当にその日によったりするんですけれども、はい、1,2,3 とかそんぐらいだった気がしますけれども。そうなんですね、うん、じゃあそれを複数人で回してたような感じだったんで、例えば4人とかで、はい、今日この新聞ねって分担して楽しいかもしれないですね。机一つでそうそうそうみんなで新聞広げてみたいな。インターン用の席がこうあって、うんうんうん、みんな隣同士にやってるので。なるほど、はい、ありがとうございます。それは無給だったんですか。そうですね、無給で。そうです、はい、そうなんですね。実際なんか UNHCR でのインターンって10ヶ月くらいされてらっしゃったんですね。そうですね、長期でしたね。なんか一番印象に残ってることとかありますか。そうですね、まず一つとしてとても良かったなっていうのが同期のインターンとの出会いですね、うんうんうん、同じような国際協力の分野に関心がある方々が集まってて、しかも同じような年代で、学生だったりとか卒業した直後だったりとかで、その方々と会っていろいろとお話できたのが一つ良かったのと、うんうん、あとは HCR が毎年行っているイベント、はい、難民映画祭っていうんですけれども、それに携わられたのが個人的には良かったかなっていうふうに思ってます。なるほど。それ難民映画祭ってどれぐらい頻度で行われるとおっしゃいました。年一です。年一か。確かに世界難民の日って、はい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 、それに合わせるイベントなんですよ、ね、あ、そうなんですね。でそっか、じゃあその日に合わせて難民映画祭っていうのを実際に上映するって感じなんですよね、はい、そうですね。それまでの間に公募確か行っていて、そのいろいろなところから難民にまつわる映画をまあ受け取ってセレクションして、で当日上映するものを決めてっていう感じになっていくと思います。あ、なるほど。上映する時の人ってどれぐらい集まるんですか。そうですね、私が記憶してる時は結構列が並んでるような。そうなんだ、はい、イメージでした。あ、じゃあそこで映画祭をしました、はい、映画祭をしたらなんか募金につなげるみたいなことがあるんですか。そうですね、ファンドレイジングイベントも兼ねてますね。あ、はい、そうなんですね。でこの間ちょっと気になって2021年どういうふうにやったんだろうなっていうふうに見てたら、さすがにコロナだったので、はい、オンラインでイベント行ってたみたいですね。あ、そうなんですね、うん、でもやり続けるということですね。そうですね、そうです。
ですね。面白いな、オンラインでやるんだ。そう、オンライン視聴イベントということでやってました。へえ、ありがとうございます。じゃあ10ヶ月 UNHCR のインターンを終えて、その後どういうところに進んでいくんですか？その後ですね、まあ、そのままギャップ期間を置かずに NPO の広島平和構築人材育成センターというところがあるんですけれども、そこで2年間働くような形になりました。なるほど。ちなみに UNHCR のインターンから今のおっしゃっていただいた NPO に行くまでどうやってそれ探されたんですか？はい、そうですね、それはもう完全に同期の紹介ですね、うんうん、こんな公募があるよっていう風に同期のインターンの方が教えてくださって、もちろんその関心があるエリア、引き続き国際協力のエリアであることは間違いなかったので、そうですね、うんうん、なるほど、そういうことですね。 UNHCR の同期が今ポストが空いてるよって聞いて、あ、自分も親和性あるから受けてみようって言って、そこの NPO に入ることになったってことですね。そうですね、そうなります。 ありがとうございます。じゃあ次はこの NPO のお話と、その次の NPO のお話もちょっとお話しいただこうかなと思っておりますので、本日はありがとうございました。